こんにちはポロです人生というのはですね、一日一日の積み重ねなわけですね。だから今日一日全力で過ごして、まあ、それをですね、例えば10日間継続していればですね、10日後にはかなりですね、まあ、今の自分よりも成長した自分に慣れてると思うんですね。だからいかにこの一日を大事に過ごすのかってことがすごく大事になってくるわけですけど、僕たちはこの一日っていうのを 非常にまあ雑に扱うというか、大切にまあ使わないケースが多いんですね。人間っていうのは大量にあるものにあんまり価値を感じないから。例えば自分にお金が無限にあったら、おそらく無駄遣いしまくると思うんですよ。じっくり考えて買おうかな、どうかなとかってね、そういう考えることもせずに欲しいと思ったらすぐ買うみたいな。それはお金が無限にあるとかね。使っても使ってもなくならないからですね。時間っていうのは有限なんですけど、 でも僕たちはそれが無限にあるかのように、まあ、こう思い込んでしまっているとかね。そういうふうに錯覚しているわけですね。まあ、1日経ったらまた翌日リセットされて、また24時間チャージされるみたいな。よくそういう例え話ありますね。銀行口座に毎月、そのね、同じ金額が振り込まれて、使っても使わなくても、またね、翌日同じ金額が振り込まれるみたいな。まあ、そういうね、例えとかよく使われると思うんですけど、 まさにそんな感じで僕たちはこう時間が無限にあると思ってるわけですね。もし今日一日しかありませんって言われたらもっと大事に今日一日を過ごすと思うんですよ。で結局さっきも言ったみたいに人生っていうのはこの一日一日の積み重ねなので結局今日一日全力で過ごすってことをひたすら繰り返していけばですね、まあ、未来は間違いなく良くなるわけですね。 だから確かにこう未来のことを考えて目標とかゴールとかね夢とかっていうのを意識して頑張るっていうのも大事なんですけどこれが難しいところで思考がワープすると今この瞬間にいられないわけですねで今この瞬間にいられないっていうのは幸福を感じられないわけですよ幸福っていうのは今この瞬間にしか感じられないものだから結局この思考がね過去にワープしたりとか未来に ワープしてしてまうと、今この瞬間にいいられないわけですね。そしてそういうふうに思考がタイムスリップすることによって自分の頭の中にですねこう考えることも増えてくるわけですね例えば将来こういうことになったらどうしようっていう不安だったりとか過去のね自分の失敗に対する後悔だったりとかそういうことばっかり考えたら今この瞬間にやるべきことに集中できないですね 考えることが多ければ多いほど注意力ってのは散漫になるわけだから今この瞬間に何か一つのことにね全力投球しようと思ってもできないと思うんです。で、この一日一日をね大事に過ごすっていうことですけど僕もこれなかなかできてなかったんですね。やっぱりやろうと思ってもなんかこうダラダラ過ごしてしまったりとかねなんか本気で頑張ったな今日っていう感覚を感じられることが少なかった。 でも、まあ、きっかけは覚えてないですけど、なんかこう、今日が人生最後の日みたいなね。よく、まあ、そういうことを言ってる人いるじゃないですか。で、それって、まあ、自分も聞いたことあったんですけど、なかなか実践できてなくて、でも、もし本当にね、そういうふうになったとしたら、多分、自分は今日こういうふうに過ごすだろうな、みたいな。だから、こう、家でダラダラとね、スマホ見て、YouTube 見て、ダラダラするみたいなことは多分しないだろうな、みたいなふうに考えたわけですね。 だから今日一日のことだけを考える。今日一日っていうのをただ大事に過ごすってことですね。未来どうなるかとか考えないし、過去どうだったかとかっていうのを一切考えない。今日この一日ね、とにかく充実させることだけを考えるってことをね、するようにしたわけですね。きっかけは覚えてないです。そうすると、ま,あ、まさにこの一日が充実するわけですね。今日やることだけを考えてるわけだから、余計なこと考えないわけです。未来どうしようとかね。 過去どうだったとか、そんなことも一切考えないし、今やるべきことをただやっていくだけみたいな。で、一日、今日一日を充実させようと思ったら、やっぱりね、こう、やりたくないなって思っても、やらなきゃっていう、なんか意識になるわけですね。なんかそう、今日一日だけのことしか考えてないのに、そんなだら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 ね、えー、過ごせないじゃないですか。それが例えば、まあ明日やればいいや、あさってやればいいやってね、そういう何日もあるっていうふうに考えたら、まあ今日一日ぐらいゆっくり過ごそうかなとかね。 そういう思考になるかもしれないですけど、今日一日のことしか考えてないわけだから、じゃあやんないとっていうね、意識になるわけですね。これやってから本当になんかちゃんと一日一日をね、大事に過ごして、時間の使い方もね、本当にまあ上手になったというかね、こう集中して仕事に取り組めるようになったんですね。もう余計なことは一切考えないわけです。ただ今この瞬間にあることだけを考えるようにすると、 幸福度も上がりますよね。今この瞬間に集中するわけだから。こういう水が飲めて嬉しいなとかね。それこそあ、今日天気が良くて気持ちいいなとか、そういうことだけを考えるわけですよ。で、それこそが幸せっていうふうに言われてるわけですね。幸せっていうのは、まあ選べるんで、自分は幸せだって思ったらその瞬間に幸せになれるっていうふうにまあ言われてるんで、みんな条件付きの幸せをね、考えちゃうわけですね。条件付きの幸せっていうのは、こういうふうになれたら幸せだっていうのを条件でね。 決めてしまうわけですけど、それはイコール、今の状況が不幸であるって言ってるのと同じことなんですこういう状況だったら幸せなんだっていう。風に言うとことは今その状況に慣れてないわけだから、今の自分は不幸だっていう風になってしまう。だから、そういう条件付きの幸せとかね。一切考えずに、今この瞬間がとにかく幸せなんだっていう風うに考えると、今すぐにでも幸せになることができるわけです。だから、この今この瞬間とかね。今日この一日をとにかく。 充実した1日ににすすするる。ようね、ね、過ごすっていうことだけを、ね、意識するそうすると、本当時間も大事に使うようになるんで、ね、今日一日の、ね、ことしか考えてないのに、そんなだらだら過ごそうっていうね、気にはなかなかならないわけです。明日やればいいやなんて。だって明日はないわけだから。で、それをただひたすら繰り返していけば、今日大事に一日過ごして、また明日一日大事に過ごしてみたいな。 ふうに繰り返していけば、当然、人生は良くなっていきますよね。コンパウンドエフェクトっていうものがありますけど、いわゆるその積み上げ効果ですね。そういう一日を、ね、365日継続していったら、じゃあ365日後どうなってるかですね。それは、その長期視点で考えようが、ね、今この一日だけを考えようが同じことなんです。結局何をやったかが重要だから、どんなに先のことを考えても、今何もしない、だらだらダラダラ過ごしてるんだったら、まあ、1年後別に良くなってないわけですね。 今やるべきことに集中するんであれば、とにかく今日のことだけを考えるっていうね。これは本当にまあおすすめです。あの余計なこと考えなくていいから。未来のこととか過去のこととかね。やっぱそこにこう僕たちは思考を持っていかれちゃうんですで、本当に考えないといけない今この瞬間のことに集中できなくなってしまう。とにかく気が散るようなものがたくさんあるから。だからそれを思考をクリアする。この思考をタイムスリップさせないためにも、とにかく今日一日、 だけを、ね、考えるってこ,とこれは以前本当に喋ったのは記憶あるんですけど、ポッドキャストで思考は現実化するだったかなかなんかにも書かれてたんですよ。もう今日一日のことだけを考えるみたいな。っていう風にしたらね、だって今この瞬間、ね、元気にこう過ごしてるわけだから、まあ、それでいいわけじゃないですか。例えば、ね、将来的に、じゃあ今会社員だったとしたら、将来的に、ね、会社クビになって収入なくなったらどうしようとかって、ね、起こるかどうか分かんないことに。 ね、思考を使うなんかもったいないわけじゃないですか。そんなことしてるの人間だけですよ。ねえー、犬とかね、牛とか馬とかがね、そんなこと考えないじゃないですか。でもそれって、怒りもしてないことを今この瞬間に味わって、ネガティブな感情になってるわけですね。ある意味すごくもったいないし、愚かだしっていうふうになるわけですね。だったらもう考えなくていいわけだし、ね、そんなことは。とにかく今をね、楽しむというか、全力を尽くす。そのためにやっぱり今日一日のことだけを、 考えるっていうのはすごくね、まあおすすめだし、実際それが僕もこの仕事をする上でね、すごくまあ役に立っているとか、仕事もすごくはかどるし、集中するし、ね、もうちょっと頑張ろうっていうふうになるわけですね。明日やればいいやみたいな感覚はもうなくなるから。だから、今日できることはとにかく今日やろうとかね、っていうふうになるんで、そういう仕事への取り組み方とかね、人生ってものをこう大切に過ごせるようになる。結局いつかね、人生って終わりが来ますけど、 そういう一日一日を無駄に使ってきたらねあ、結局この人生何だったんだろうっていうふうになるわけですけど、毎日を全力で過ごしていたら、まあ、後悔はないですね。最終的に欲しい結果手に入らなくても、まあ、全力で過ごしてきたわけだから、まあ、充実した人生だったなっていうふうに感じられると思うんですよ。だからそのためにもやっぱりね、今日一日っていう日をすごく大事にする。そう考えると本当にね、感謝とかも出てくるんですよ。朝起きた時に、あ今日は朝起きれてよかったなとか、もう綺麗事とかじゃなくてね。 寝る前には今日充実した一日だったなとかね、そういう感覚になれるんで、本当におすすめなんで、ぜひね、やってみてほしいと思います。